どうした？どうした？どうしたの？いや、さっきから、んーとか、とかずっとうなってんだけど、お前。いや、別にうるさかったわけじゃなくて、ただどうしたのかなと思って。もし俺邪魔なら向こう行ってるけど、関係ない？それならよかったんだけど。じゃあどうしてそんなうなってんだよ。ん？いい案が思いつかない？なるほど。だからうなってたんだ。思いついたとしてもピンとこない？そっか。まあ、せっかく頑張ってるなら自分の満足できるものにしたいよね。本当は何か一つでも思いつけばいいんだけど、俺にはさっぱりだ。ごめん。ね、まあ確かにそうなんだけどさ。でも少し根詰めすぎじゃない？いい案が思いつかないならいっそのこと休憩してみろよ。それに休憩したらリラックスできて何か今までとは違った案が思いつくかもしんないし。だからね。ちょっとだけな。わかった。ねえ、ほら、デスクから離れてこっち来なよ。俺の足の間に座って肩揉みしてもらうか、膝枕。どっちがいい？ダメ。それ以外はありません。二択で選んで。肩揉みって言いながら首とか耳触るから嫌。だってお前の反応いつも可愛いんだもん。しょうがないじゃんね。ごめんって。ってことは、まあ、膝枕だけどいい？お前、マシってなんだよ。俺を何だと思ってんだよ。一応彼氏だよ。わかってる？まあいいや。じゃあほら、膝枕するから、向こう行くよ。行くよ。ちょっとぐらい休憩しなよ。よいしょ。ほら。膝枕すっから小声で。よいしょ。大丈夫。重たくないよ。頭とか首痛くない？大丈夫？ならよかった。よーし、よしよし。なで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 。あ？ いや、なんか急になでたくなっちゃった。 お前はさ、無意識なのかもしんないけど、あんまり無理しちゃダメだからね。人のことを甘やかすのは得意なくせに、自分のことを甘やかすことは苦手なんだからさ。気をつける？ん？なんかあんまり信用できない。いや、普段は信頼してるよ。でも、お前は自分の体調とか本当の気持ちになかなか気づいてあげないから。いつも何か体調が悪くなったらやっと休むって感じだろ？だからこそ、俺はお前の大丈夫って言葉をあえて信じないようにしてるし、なんならこうしてお前がいつもと様子が違ったら休ませるようにしたいって思ってる。お前ですら気づいてなかったのかもしれないけど、本当は疲れすぎちゃってんじゃないのかね。だから、思うような考えも浮かばなかったんじゃないの？きっとお前の体は休もうってサインを出してたんだと思うんだ。だからさ、やっぱり今日はお仕事の続きは今度にして、このまま休まない？
うん、どうせお前のことだし、締め切りまだまだなんだろ。ん？寝てる？おーい。スースー小さな寝息だね。かわいいね。でもやっぱ疲れてたんだな。ごめんね。もう少し早く気づいてあげられなくて。なでなでなで。今日は何も気にせずゆっくり休めよ。後でちゃんとベッドに寝かせてあげるからよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。いつもコメントありがとう。俺の最大の励みになってます。ブー。